雪を求めて東北の旅、雪がちらついてきました。宇都宮のちょい下あたり、ウェイテンション上がるけどちょっと怖い。雪流してます。まあ見えないかもしれないんですけどね、こう雪がねすごいこっちに向かってきて、焦点がね雪に合っちゃってね、ちょっと怖いというか、なんかあのクラッとしちゃいましたね。なんかはい、以上です。とっても雪降ってます。もう寝ようかな、ちょっと疲れた。3時22分ほらすごいこれ合法的にナンバーを隠せますね。大ミス対策完璧、すげー。いい気です。はい、こういう道はですね初めてですね。こんな発進が結構手こずります。あー、うんこ行き、今こんな感じ、雪結構舞ってますね。もう圧雪の上なんですけど、やっぱ急ハンドル、雪原が広がっております。すごいいいね。はい、猪苗代湖です。あ、ちょうど隠れてるな。いいですね。向こうの方は晴れちゃってますが、もっと雪降ってくれていいんです。はい、すごい雲がねすごく低いんですよ。なんか夏かってぐらいね低い。すごい綺麗だった。ラスパンバーツ、すごい大雪ですね。すごい本当にカメラが映るかな。素晴らしい、いいね雪、すごい素晴らしい景色ですね。すごい日本じゃないみたいな、素晴らしい。すごいですね、なんかバッタチックと、まあ、ひょうあられって感じ。はい、雪国はいいですね。もう帰ることになりますけど、今シーズンあともう1回ぐらいは来たいな。でも忙しいんでね、無理かな。行って山梨って感じかな。残念だ。